今回は置換の三回目として文字列はそのままで。書式だけを置換する方法をご紹介します。ここでは英単語スポーツのフォントの色を赤くし太字にしてみましょう。カーソルは文頭に置きましょう。ホームタブ置換。置換タブ。前回のオプション設定が残っていましたらオプションで。 曖昧検索、カッコ2値にチェックを入れましょう。検索する文字列のボックスに英単語のスポーツと入力しましょう。置換後の文字列のボックスをクリックしてカーソルを表示させましょう。オプションを開いた状態で左下の書式をクリックしましょう。フォントをクリックしましょう。太字をクリックしてフォントの色を赤にしましょう。OK をクリックしましょう。 すべて置換をクリックしましょう。完了しました。2個の項目を置換しました。結果が表示されましたので OK をクリックしましょう。閉じるをクリックしましょう。確認しましょう。置換前です。置換後です。書式だけが置換されていることがわかります。置換の1回目では特定の文字列を別の文字列に置き換える方法をご紹介しました。 2回目では半角と全角を区別して置き換える方法をご紹介しました今回の3回目では書式の置換をご紹介しました以上です